城野駅は、福岡県北九州市小倉南区上野一丁目に、ある、九州旅客鉄道の駅である。駅番号は日報本線、日豊本線、JF レ4オン、北彦山線が、ジレイオン。日豊本線を所属線とし、当駅を起点とする北彦参線を加えた二路線が、乗り入れる。北彦参線の全列車は、日豊本線経由で、小倉駅まで乗り入れている。 旧駅舎団式ホーム1面1線と島式ホーム2面4線の合計3面5線を有する京城駅である。以前は北口側に駅舎のある地上駅だったが2014年12月6日に南北自由通路が完成しそれに接続する形になった。北彦山線は電化されていないため5番線の線路には河川が張られていない。 JR 九州サービスサポートが、駅業務を行う、業務委託駅で、緑の窓口が設置されている。自動改札機を備え、守護化の使用が可能である。2020年度の1日平均乗車辞任は3726人で、あり、JR 九州の駅としては、宮崎駅に次いで、第45位である。JR 九州及びと、受け北九州によると、 近年の1日平均乗車辞任の推移は、下記の通り。小倉南区の北端部、小倉北区との区境部にあたる、市街地に位置している。周辺には数校の高校が存在するため朝夕の、時間帯には、通勤客や、高校生で賑わう。北口側の国道1 0号上に、城野駅前、南口側の駅前広場内に、城野駅南口バス停留所がある。 いずれの路線も西鉄バス北九州が運行。白野駅の前を通る国道10号線が河原街道と交差する白の交差点付近にはかつて西日本鉄道北九州線北方支線の白の駅前停留場があった。駅前の名称が付けられていたものの白の駅からは約500メートル離れていた。北方線は 東低流場の下り方で、日報本線とアンダークロスしていた。低流場は上下線それぞれに乗降場が設けられていたが、安全地帯はなく、乗降場位置の路面上に、白線表示が設けられていた。他に上下線間の渡り線があり、朝夕のラッシュ時にはこの渡り線を使用して、魚町東低流場間の区間電車が増発された。 1980年11月2日の北方戦前敗に伴い、同日付で東底流城も廃止となった。ありがとうございます。